どうも、こんにちは。ゆきちくです。昨日は同じ動画を上げてしまい、大変申し訳ございませんでした。以後内容に気をつけますので、動画をお楽しみください。それでは本編どうぞ。どうも、こんにちは。ゆきちくです。今日もエカナインやっていきたいと思います。今回合宿からやっていきたいと思います。合宿やって、今回甲子園1回戦やっていこうかなと思います。頑張っていきましょう。合宿をどんだけいいものにするかが今回鍵になってまいります。いきましょう。てな感じで、今回合宿が果たしてどんだけ美味しいものになるかですね。全力で合宿やっていきましょう。どんな感じの合宿になるか、本当にここのね、得の一個一個がマジで重要になってくる。てな感じで、しょっぱなマジで美味しくないですね。まあまあまあ、ベンプレ多いし、広角威圧感かな。古田さんに広角威圧感。ここ。なんかつけ。ついよ。ついて。斉藤さん、高い。坂井に骨格いらないんだよな。坂井、骨格おめでとう。二刀流いけるよ。はい、ってな感じで、浜、谷村、坂倉と浜に、何としても浜にはまります。浜辺はまっちゃいました。行きましょう。いけ。さあ、浜と、まあ、何もつかないよりはマシ。斉藤さん、辻内、勝野と、これはうまいぞ。まあまあまあ、これも言うてベンプレでいいな。どっちの方がいいか。ここだな。ベンプレ。いいよ。ハマ。誰も、辻打ち、ほぼどっちで。まあ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 、まずくはない。ハマ、手島、古田さん。これは全力でつけに行くよ。ここでもいいけど、そしてこっちの方が美味しいかな。威圧感欲しいね。ベンプレついてくれ、ロボーヒ。やばい。微妙な得能がちょっとずつつくね。まあ、最後はここでいいかな。ミートバリングよりは、ここっすね。ディーバリング使いましょう。何かしらついてくれたら嬉しいなと、ハマが。まあ、ハマ、こう、強化会で。悪くないんじゃないかな。全国優勝メンズが全く選ばれなかったからね。まあ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 、ハマ強化会で。まあ、悪くはないね。ロボヒーホーム突入大変学ついたしね。まあまあ、まあまあっすね。もう、欲を言えばもうちょっと得のついてほしかったかなというふうな感じでした。はい。こんな感じで微妙な回でございました。頑張っていきましょう。8月の練習指示カットしてまいります。甲子園、前評判 C でございます。頑張っていきましょう。調子極端特殊。全然美味しくない。もうちょっと美味しいところが欲しかった。ぐらいで、とりあえず公式戦1回戦戦っていきたいと思います。とりあえず、ここで、まあ、どんだけ、美味しい、試合ができるかですね。特能がバリバリにつくような試合が来るといいな、というような感じです。浜で行こうか。浜、小浜で行きます。浜3番なんで、3番浜で行こうかな。で、とりあえず、先陣は、浅村に行かせようか。浅村で行く？浅村の方が調子いいしね。浅村で行こうか。行きましょう。仕上がし。始まりました。甲子園大会1回戦でございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価していてください。どうぞよろしくお願いいたします。いつもコメントいただきありがとうございます。いつも喜んでお読みさせていただいておりますので、どうぞこれからもコメントいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。総合戦力 C ですね。早速頑張っていきましょう。1点取っております。素晴らしい。この1点が後々のチームを救いますと、かっこいいこと言ってみました。行きましょう。来たの。あ、普通っすね。なんか、甲子園初し、出場ですかね。なんかまあ、普通ぐらいかな。なんかイメージ的にそんなに強いわけじゃない。そうね。そんなに強いわけじゃない。パワーカーブ。パワーカーブマックスは強いな。それは俺は好きだな。救世主を使って、ハマ。ナイス。ハマのね、ちょっと期待なんだよね、ハマには。ハマはちょっとめっちゃ期待してんだよね。正直的なもう話になる。盗塁 B だからね。ナイス。そらしこれはエラーかな。タイムリーにはならない。3塁まで行け。よし。足が止まらん。速くなかった。今のは効率？打点になるのかな？4点取られちまった。4点取られちまった悲しみに、修行無常の響きはありますか？やばいよ。珍しく点を取られまくっております。天才でございます。天才西森、珍しく炎上ですね。ああ、まあ、最悪、斎藤さんと宮城君出して、
巻き返しには行かないといけないね。お祭り使おうか。早めにお祭り使って、マジで余裕がなくなってきたら、浅村も下ろさなきゃいけないと思うんで。そうね。オッケー、うまい、ナイス。いいぞ、いいぞ。で、さすがに走らせれないと思うんだよね、まだ。さすがに走れないと。あ、まあ、エンドランかけるのもありだな。エンドランかけようか。もう一球エンドランかけます。もう一球、エンドラン。警戒してんのか。警戒してもいいよ。警戒しててもここは、しつこく、バッテン当てる。三振ゲッツーが一番嫌だ。流し入れ行こう。流し入れ行きます。うまい具合で、オッケー、これは、いて入った。素晴らしい。ナイス、ボテ。とりあえず、まあ、実質スクイズみたいなもんよ。で、浜崎。うちのチームはここからですと。そうそう、今、チャンスになってるんで。オッケー、落ちろ。オッケー。点を取られたら、打ち返せ。これが、勝利への、近道よ。堀、堀、魔物、オッケー。魔物なんで、今日はこの後魔物は使いたいと思います。堀が一本打つとね、チームとしては違うよ。結局、お前が打たなきゃ誰が打つって感じだからね。オッケー、いった、オッケー。転がせよ、これが。転がせでこんだけ飛ばすからね。実質魔物、オッケー。いや、マジ転がせ強い。阿部ヒーが強い。勝ちたけマジ阿部ヒーでよくねって感じにはあるね。流そうか。まあ、ちょっと、詰まった。ちょっと詰まったね。ただまあ、ここの点をうまく活かしていきたい。いいぞいいぞ。二桁得点。二桁安打。で、浅村選手、浅村くん、もう、流し打ち6に金になってます。金の指示になってるのは素晴らしい。いいよ。浅村くんが打たなきゃ負けましたぐらいになってほしい。当たりは良かった。当たりは良かった。ドバイ。浅村はもう将来的にはもう確率に阿部ヒを突きに行きたいね。で、ここも出てるのはどうせ、あの、二人のどういう感じで走らせます。誰出てたんだろう。あ、堀ね。堀でもいいよ。まあ、いいよ、いいよ。流します。ハマ。オッケー。外野が前に来とったね。外野が前に来られると何もできねえよっていうね。感じでございます。オッケー。気づいちゃおう。チラッとかなよ。殴る必要なくね。手振ります。あー、ちょっとそれは当たりが微妙なところです。うまい。さすがに今のもアウトパティーナと思ったわ。ラキボ使います。走ります。外されても余裕です。古田さんパワーヒついてます。パワーヒついてるけど一回流し打ちでいきます。いいか。あ、これ待つか。待ちます。もう一球待とう。もう一回待ちます。 OK、 出せん。で、赤を、赤をは転がせ7になったんで打たせます。打てるか。 OK。 エラー。何今の、今の何、今の何、今の何、今のは何。ちょっとダイソー出そうか。赤尾のところ出してきます。川野走れるか。川野走ってみようか。一三塁だからワンチャン何もしてこない説。刺されちまった。まさか刺されると思わなかった。ごめん。今のは俺の指示ミスですね。申し訳ない。今のはまあ俺の作戦ミスが一番でかかったと思います。申し訳ございませんでした。陳謝いたします。行きましょう。ノーアウト一塁。西森。どうだろうね。西森どうする。ちょっときついな。浅村くんを今日どうせも回ってこないだろうし、下ろしてピッチャーどっちから行こうか。宮城くんで行こうか。火消しの宮城、火消しの宮城。 OK、 ラキボつけます。タイビンついた。いいよ。低めで行こうか。もうベテランの投球を見せてくれ。19歳でベテランに言われてるゆえんを、まあ、ノーアウト満塁になってからが勝負よ。ここからは天聖 OB2 人で切ります。頑張れ頑張れ宮君。何としても OK。 あ、まあ全然無理だなこれは。 OK。 なんで帰ってこなかった。相手の監督多分今ブチ切れてるよ。お前なんだ走らんねんって。お前なんだ走らんと。 OK。 結構オッケー。ノーアウト満塁の大ピンチを一人で切りに行くスタイル、果てしなく素晴らしいね。てな感じでここは浜崎に託すしかねえな。
浜崎5がオッケー、うまい。超スローボールをあそこまで運ぶと。今の超スローボールなんて飛ばないからね、普通。今のはうますぎた。堀、魔物タイム。レッツ、魔物タイム。トゥトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥ、魔物タイム。入った入った入った。魔物とは魔物とは魔物とは、なんと、転がして、転がして、転がして。オッケー、オッケー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 、よかった。ここも走らせます。急成長使ってから走らせます。多分ね、これはねセーフになる。お、普通にセーフになった。普通にセーフになった。そしたらセフります。スラットはセフるで、急成長だったよな。急成長だったよな。急成長だとそんな簡単に下ろせないんだよな。天才人、天才人が急成長、なんかもう才能開花だと思い切ってたね、この2人は。で、ここは流しますと。流し方向で、今のアウトになるんだね。古田さん。古田さんはさすがにまだ下ろさない方がいいと思う。これはどうだね。魔物が効いてないな、あんま。ムタを下ろそう。ムタを下ろします。草間。草間の出番です。草間の出番です。草間の。草間が果たして打てるのか。パワーヒネかけます。甲子園初アーチ。いっちゃっていいよ。甲子園初アーチの、甲子園初アーチと、甲子園初アーチとは。そしたら宮城くん、さすがに下ろそうか。え、宮城くんは代打勝野でいきます。代打勝野いきましょう。いいよ勝野、そろそろ打ちたいでしょ。俺そろそろ君は打てる子だと思うんだ。そろそろ打てる子だと思いたかった。ダメだな、勝つのマジ代打で打てるかなと思ったけど全然打てんのよね。てな具合でちょっと斉藤さんを一瞬ここで投げさせます。でその後に西森にバトンタッチしようかなと思います。斉藤さん、いけるところまで行きましょう。いけるところまで行こうよ。ホトトギス、俺は斉藤ホトトギス、斉藤さんは平成の大エース。草間ショート経験ないのに、ちょっと来年の予行練習だね。あ、もう来年は草間はショート、草間ショートか、そう草間ショートの予定だわ。坂倉ショート、ここピッチャー変えて手順、あ、一回野谷出そう、これでいいや。で西森は反省のダイエントと、いけ、反省のピッチングをしましょう。西森 OK、 堀、まあ堀ゲーだね結局はね。結局うちは堀のチームってことよ。だから全体が打てるね。打のチーム、とりあえず打ち勝つしかない。天才大炎上まではもう予想、あ、連絡使ってね、まあいっか、予想通りっていう感じですね。まあ11対4、まあ炎上はしてないね、言うて炎上はしてない。ただ宮城くんがノーアウト満塁でいい感じに抑えてくれてるのが一番嬉しい。カースロースターター、やっちまったな、やっちまったな、やっちまったな、やべえな、やっべっぞ、マジか。いやー、マジかー、やっちまった。やっちまった。それはミスった。盛大にミスりゲーしたね。こんな感じで、また皆さん次回の動画でお会いいたしましょう。またね。やらかした。